おはようございます。おはようございます。今日は上信越高原国立公園の谷川岳西九郎をねやってまいりました。実はね、昨夜ずっと雨で、お昼もちょっと雨降りそうなんですが、まあ天倉の登山指数が A と B なんで来ています。今日もゲストのゆうさん、ぽんちゃんはお休みです。なのでゆうさんとゆるゆると行ってみたいと思います。はい、有名な西九郎尾根のですね登り口、登山道に入りました。ここからでね、谷川岳のね、西九郎尾根が始まります。いきなりね、岩石の急登、谷川岳山頂までは 3.7 キロね、 3.7 キロですよ。どんな感じよくわかんないです。 3.7 キロ、今時間としては6時4分、ね、じゃあこれから入ります。最初はですね、こんな感じで樹林帯が続きますよ。まあどこの山でもそうなんですけどね。で、森林限界って言って樹木が生えない場所に出ると岩ゴロゴロ、はい、まあ谷川岳も例外ではないですね。まあ死の山とかね、そういうふうに恐れられたりっていう話もあるんですが、それは一ノ倉沢とかね、ロッククライミングのところでの話で、このね西九郎尾根はまあ一般登山道なんで、まあ安全に作られてます。だからね、ドーンと来いって感じで来ました。ちなみに2回目、ゆうさんは今日初めてですね。そうですね。はい。はい、ですね。今登り始めて、まだちょっとなんですけど、ここに高圧灯が立ってまして、まあ大体一回ここで水飲むかなという、そういう場所なんですよ。今日はね、まだ朝早いのかもしれないけどね、車が一台もいないという、私たちの一台で、2台目はいないという、そういう、こう、貸し切り状態ですね。いいですね、貸し切り。最高ですね。うん、山の貸し切りですよ。もう、いくら払ったらいいのって感じでしょ。まあ、そんなことで。行ってみます。はい、兄弟船発見。いやいや。ひたすらの登りで、まあ当然山登りですから登りはつきもので、それで登ったら降りなきゃいけないという、おまけもついているという。たまにね、登ったはいいけどね、なんか降りるの嫌になる時あるね。あ、これまた降りるのかみたいな。でも降りますけどね。はい、この花知ってる人？誰も知らない。ね。これね、有名な花なんですよね。なんかすごい幻想的で、今にも溶けてしまいそうなこの透明感が、なんとも言えないというね。この花。今ね、土合から1時間、下りが1時間のところ50分で登ってきました。いや、ゆうさん早いからね、もし山の神様なんでね、今日はもう先頭行かせません。先頭行くとね、どん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 見えなくなってね。いつの前かもう頂上に立ってるから。そういうことで。それは一人の時にしてください。ね。はい。はい。やっぱ一緒に登ってなんぼですからね。ね。ここはいいね。ちょっと小高くて。はい。ちょっと開けたところに、今出てきました。ちょっと明るくなってきたな。これは一瞬の晴れを期待できるかもしれないって感じですね。でも雲がいっぱいね。向こうの山がね、白毛門、白髪門っていうのかな、白い毛の門って書いて、あっち、あっち、うん、
このね、谷川岳のね、縦走コースっていうのがあって、はい、ここ登るじゃない、はい、ほいで、ずーっと、しげくら岳、ぐるーっと回って、ぐるーっと回って、その下上げ門から土合に降りてくるっていうね。そういうルートもあるんですよ。ねえ、ご飯いっぱい詰めて、ゆっくりゆっくり登んないといけない。そういう時は。はい。ちょうどね、天神平の頂上駅が見えるところに出ました。ここちょっとね、岩岩になってて、こっからね、しばらく鎖場が、そして、この西黒尾根の、なんていうの、革新部。はい。これで大体樹林帯抜けたって感じですよ。大体一回ね、皆さんここで休むんですね。はい、大変そうに登ってください。うわー、すごいキュートだ。やばかったねー、ゆうさん。辛かった。うまいね。これは、第一の鎖場。はあはあ、でも、鎖使っちゃダメだよ。はい。反則だからね。いや。いや、使わねえと登れねえかもしれない。いや。いや、身の危険を感じたら、鎖掴んでね。いや、やりますね、ユウさん。はい。やっぱり、クライマーだね。はい、ガレバを越えてきました。ガレバのコル。この上にね、ラクダのコルって言われてるね、またちょい大きいガレバ、あります。なんか勇気が燃えてきたっていう。はい。やっと山らしくなりましたねって。いや、本音はそうでしょ。そうです。うん。おー。ラクダ残るかな。登っとるで、ポンちゃん。ポンちゃん休みやからね。ゆうさんがね、登っとりますよ。なんか楽しんでるね。心の声だね、それ。挑んでおります。岩登り。スッススッスと言ってますね。ああ、行っちゃった。ここラクダのコルですね。ラクダの背。背っていうのがコルっていうんだね。ああ、そうですね。ラクダの背ですよ、ここ。ラクダだから二つポコポコってあるのかなと思ったら一つね。二コブラクダじゃなくて一コブラクダなんだね。どうですか、ほら、だんだん視界が開けてきてさ。いいですね。よう見えとるね。まだ頂上が見えんのはね、もうちょっとお預けやね。まだね、様子見よう。様子見られとるよ。でも、この分で行ったらね、多分頂上に行ったら、ほら、あの見て、この雪で削られたさ、はい、あれ登るんよ。ね、一の倉沢っていうのはね、この尾根のもう一個向こうなんですよ。そっちがね、ちょうど頂上のトマと沖の耳の真下なのね。真下のちょっと向こう側っていうか。
それがね、こう、まあ、これと同じような感じなんですけど、怖、はい、怖。怖怖。怖怖。怖いっしょね。怖いと思うよ。それをやるって、なんかでも、あれだよね、ゆうさんあと10年、はい、若かったらやりそうだね。ああ、やりますね。可能性あるね。はい、あの調子じゃ。ちょっと、行きませんかとか僕言われて、いや、僕遠慮しておきます。命が必要なもんでっていう。でもやっぱりハマる人はハマっていくよね。やっぱりもうだんだん山登りハマってったらもうクライミングだよね。やっぱりのとこ行っちゃうよね。まあ僕なんかもう年齢的な問題もあるからやりませんが、まあ、ゆさん微妙なとこだ。やっかもしれないね。やっかもしれない。結構クライミングは道具揃えるのいっぱい大変だよ。ハーネスとかさ、ロックとかさ、ヌンチャクとかさ、ヌンチャクってのがあるんだよ。カラビナの2つついた真ん中にロックがついてる。そういうのとか、まあいろいろいるんだ。